ね、コメントまでくれて、そうやな、はい、これはちょっともうほんまあれやですね、まあ、第一印象とかどうやろうな、だめっちゃ喋りやすかった印象あるな、なんかこう、そうやね、すごいバンドのこうクオリティめっちゃ高いのになんかすごい気さくな人だよなっていうイメージが、あれ大事よな、うん、ちょっと見習わなあかんわ、そうやな、俺とかもうほんまちょっと見習わなあかん、うん、もう一回言うて、うん、俺見習わなあかんほんまに、まあ、じゃあでも最近あれやで、俺と太郎が怖そうやって、そう、なんでよ、俺なんかもう完全入り口やからね、お前大門みたいなメガネかけてるからね、勉強、お前西部警察の大門みたいなやつかけてるから最近、違う違う、あれ怖いで、うそん、あれ怖い、じゃあ俺怖くいくわ、あれ鬱陶しい奴らには怖くいくわ、あでも、でもなんか何か話した人にはカチャッと通る、そうそうか、どうもカチャンっていくから、うん、カチャンっていく、いくわ、うん、それはもうそうしとかんとな、あれはな、ちょっとな、そうそうそう、やっぱ俺ら二人が今やっぱ怖いらしいっすよ、なんでやろな、俺なんてもう、俺なんかめっちゃフレンドリーなな雰囲気漂わせて、漂わせないけどね、ほんまみんな怖がって一個も話しかけてくれへん、別に何もそんなんとかしてへんしそんなんでどんなんいやそれはまあ放送コード見つかれへん、そうかそうか、そう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 、そういうのしてへん、そういうの育ててへんしな、うん、そうやな、うん、確かにいやこれみんなこう真面目やもんな、そうやで、言うて結構言うてもこうていうか俺が一番多分真面目やしな、だって俺タバコ吸わんし酒飲まんし、まあまあそこだけやん、何がお前それ以外じゃ何やろ、そこだけやん、そんなんなるやろ、そんなタバコ、タバコ吸わんそう、まあまあいいじゃないか、その辺にしとけよ、はい、すいません、よし、そうっすね、まあ、東京ウィングバンドの ねこれからもちょっとね、うん、末永く一緒にお付き合いしていただきたいなと思ってますよね、ほんま僕らは、そう、そういう大事なんでね、3月12日のツアーファイナルに出演してくれるので、はい、もうちょっとめっちゃ楽しみっすわ、うん、はい、ほんでちょっとみんなにほんな曲聴いてもらおう、聴いてもらおう、うん、聴いてもらおう、曲紹介お願いします、はい、それでは東京ウィングバンドで、デスパレードです、どうぞ、はい、曲聴いていただきました、はい、東京ウィングバンドぜひチェックしておいてください、はい、そしてね今回豪華なことに、はい、もう一バンド名古屋から、名古屋からグローリージャックポットシステムが、システムが、おお、システムが出ちゃいます、出ちゃいますね、前からなずっと知られたかった、そう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 、販売所にやる気がなかったんや、そうやね、1回ぐらいかな今まで、そうそうそう、名古屋でもほんま超有名なバンドや、うん、そうそう、いいバンドや、うん、ねえ、ほんま12日はすごいこう熱くなりそうな、そう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 、メンツばっかりしたね、ほんと、そうでございます、はい、ちょっとね、コメントいただいてるみたいなんで、はい、みんなにメッセージ聞いてもらいたいと思います、はい、それではどうぞどうぞ、ゴッツファンキーレディオ機の皆さん、はじめまして、グローリージャックポットシステムです、僕たちはですね 4MC2 ギター1ドラム、そして世界初のサイボーグベーシストを起用している、世界でも類まれに見るバンドなんですけども、よよよ、このためグローリージャックポットシステムは3月12日、うん、グルービンツアー2010全国グルーバー化計画ツアーファイナルに出演することが決定しました。出ちゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。やるからには全力全開、毛穴という毛穴から汗を出すぐらい熱いライブかまします。汗をね。はい。ナイアガラのおたきシャキーン。はい。生で俺たちのライブを体感してください。では3月12日ツアーファイナル in 大阪ドロップで会いましょう。それでは聞いてください。グローリージャックポートシステムで虹かかる場所。聞いてもらいました、グローリージャックポットシステムで虹かかる場所でした。何やそのやる気のない言い方、そんなことない、そんなことねえよ、そうなんですか、はい、まあ、ね、ちょっと両方熱いバンドなんでね、うん、はい、ぜひ12日はちょっともうほんまに来てほしいね、そうやな、ちょっとほんまに来てほしいね、ほんま来てほしい、うん、だって今回だってほらメロディーフラッグも出てくれた、そう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 、で俺たちのローディーやってくれた、そうそうそう、ソータのバンドがね、二次元、二次元メタボリックシンドロームが、どんな名前やお前のメタボ直せみたいなほら
お前は毒舌やなお前、ほんまどんだけ世話なってんねんお前。お世話なっておりますほんと、お前ほんまにだからいいバンドばっかりやからな。そうやな、うん、今回一番最後にね、でも一番かっこいいバンド、かっこいいバンド出ますね。何やったっけ、リリ、何やったっけ、リリ、何やったっけ、リリ、リ、リンキンパーク。違う、でかすぎや。違う、でかすぎや。違う、すごすぎや、もうドロップ大変になるわ。違うわ、リエ宮沢サンタフェフォルルな、そんなジャグから呼んだだけやで。せやな、そんないらん、リアルグループです。リアルグループでした。はい、がっつり盛り上げましょう。がっつり盛り上げましょうということで次のコーナー行きますか。お、コーナーのコーナー行きますか。はい、あなたの質問にズバッと答える、これズバーンだ、これこれなんだこれはい、このコーナーはリアルグルーヴライブ終了後に配布されるアンケートの質問項目にズバッと答えてしまおうというコーナーですと。これおお、はい、めっちゃ綺麗に言えたかまんかった、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速いきましょうか。はい、1枚目ですね。12月17日岡山、革ジャン女性の方21歳、うん、全員ですね、Y 字バランスできますかと。Y 字バランスまあ俺は全然できる。ちょっとヒデさんやってみてくださいよ。いや、なんでここやここやっても伝わらへんやないか。できるできへんの判断俺がするから。なんでやねん、一回やってみてよ。どういうことや一回だけやってみてよ。もう嫌やもうめんどくさいだけやん。だってメリットないやん全然ないもん。Y 字バランスはできませんと。いや、俺はできます。マジで俺はできるけど、お前らできるの。 Y 字バランスはどんなん。あの、だからあの、あれ足を持ってこう広げんねん、ビャーって。あ、つま先こうやって持つやつ、ね、青みたいな。そう、あー、だいたいあの、アピールするときに柔らかいぜ、俺アピールするときやるやん。これ立ってやらなあかんのかな。そう、立ってやんねん。マジで。うん、ピューってピューって、うん、これ、かなりこれギター。ただ一回やってみよう。ちょっとやってみようか。うん、ちょっと待ってね、うん、これどうすんやろ。どうもする、これ、こう。そうそれ持って、そうこお前お前、歌舞伎役者みたいな出たけど、お前よーみたいな出たけど、あかんわあかんわ。皆さん全然できていません、僕はできませんということで、うん、まあ俺でもこんな余裕でできるね。まあヒードできそうやな、うん、M 字開脚M 字開脚そう、 M 字開脚もできる。マジで、うん、ヒートオブジョイだから古いって古いんですから、はい、ヒートだけできますということで。はい、できますと、ヒートだけできますということで。他のみんなできへんと思うわ。多分無理やろな、竹ちゃんなんてできるイメージがさらさらないもん。お前めちゃくちゃお前ほんまラジオだけほんま竹子すごい集中方法やな。そういうわけだよ。でも想像できる、できへん。やろはい、次行きましょうか。これも岡山ですね、はい、はるみさん、女性の方19歳、はい、来週20歳って書いてあるね。おお、おめでとうございます。俺と同じぐらいや誕生日。そうやな、はい、年全然ちゃうけど、もう言うなですね全員ですね、はい、何をしている時が一番幸せですかという質問なんですけれども、ヒートさん何が一番幸せですか聞くあかんもん、俺下ネタでやっと絶対終わってしまう。そんなことないよ刺繍とかそんなやん絶対ないわ。そう刺繍ってふふってなるやん、刺繍なる。そんなんヒートが言ってたもん、ちょっと引くわ。マジで、うん、刺繍。俺が言うたらすぐ下ネタみたいな、やめてくれ。だってもう、だって今何をしてる時一番幸せですかってヒートを噛む時にニヤってしてたやん、刺繍やってお前犬の散歩とかありえへんって。散歩なんか絶対せえへんやん。太郎何が一番楽しい。俺何やろな、やっぱ寝てる時かな。うわダメダメやん。めっちゃ気持ちよくない寝てる時。寝てる時って気持ちいいってみんな言うけどさ、うん、気持ちよくないやん。だって寝てるか分からんよ。いやでも、まあそうやけど、うん、そう、だから何、寝るか寝へんかの瀬戸際のライン。あ、そうやって言ってくれたら、うんうん、もうそろそろ落ちるぞ。そう、あれもう最高や。その瞬間、一日疲れてね、こう布団に入って寝る瞬間がもお前課長クラスだってね。竹さんはまあ独断の偏見で酒飲んでる時。いや、竹さんはもう完全酒やん、うん、で、まあひろきさんはチョコレート食ってる時やないやでもな、それあんながち間違ってないやんな。多分正解や、絶対そうやと思うで、うんうん、チョコレート食ってる時ほんま嬉しそうやもん。嬉しそうやもんな、ほんまに。あいつもな、うん、あのチョコレート食ってる時な、たまに盗み見してみて、うん、さらっとさらっとみたいな、意外とカッタ食い方してるから。あ、そうなの、うん、どうやって食う。なんかな、例えばチョコパイとかあるやんか、うん、チョコパイ開けてさ、うん、メイン食べ終わるやん、うん、ほなこのな、うん、袋の中のな、残ってるチョコレートをな、うん、手でビシャーンって食べてペロペロ
お前それ言うとあかんってなんじゃね絶対あれな多分な生っ粋のチョコ好きなんやなって思ういや分かるけどそれ多分ラジオで言うとあかんいやいやこれは言うべきやってお前ヒロキさんが後からすごいね言えないがないがグーパンチグーパンチもう覚悟で言う、うん、これ鳴らしてくださいね、うん、本当お前すごいないやいやもうそれぐらいもあれっすわもうまあでもヒロキファンやったら可愛いってなんねやろそうそうなんねなんねそうやなその手舐めたろかみたいななさないかほらまた下ネタを俺より俺も絞りたじゃないよ俺よりお前やお前なんでやねん、はい、よしはい次行きましょう全員のところが分かったところ分かってるところね、はい、次行きましょう次ですねこれね厚木ですね12月あ12日ちゃう2月12日ですねはい、はいオレンジさん女性24歳ですねはい、これも全員ですバレンタインのチョコはいくつもらいましたか今年めっちゃもらったよもらったなやっぱ全国ツアーしてるから、ね、してるからななんかもう今年はほんまもらったしかもまた英単語狙ったかのごとくここの近辺14日近辺ライブ多かったからね、うんうん、今回なんかなみんななんかすごい俺がラジオで言ったのとか聞いてくれたかもしれないけど、うん、ちゃんとチョコじゃなかったチョコじゃなかったすごいなみんな偉いわラジオ効果すげえわそうやなうんみんな俺チョコレート嫌いですよチョコチップクッキーとかあのオプションやったら食べますけどめちゃくちゃ好きですけどということでねということでですねそうですよ何個もらいましたえ何個いただきましたかめっちゃもらっ数えてないないや数えられへんぐらいもらったわすごいな俺数えれるぐらいしかないわ嘘お前も儲てるっていやいやもらってるけど、うん、それはもうヒーズさんからでも圧倒的少ないですもんまあなあタッキー&翼かヒート JB かタッキー&翼エンドヒート JB やろ一人増えちゃったそうそうそうそれぐらいもらったなるほど、ね、今年でもやっぱ最多もらったなあほんまにビッグスはもうでも確かにもらった確かにもうほんまたくさんなありがたいなわざわざそれ持ってくる、うん、持ってきてくれるためにどういうとこかそうそうそうしてくれた人とかなんかでもいっぱいみんないろいろ趣味な手作りで作ってくれる人もおればなんか、うんうんうんあのセンスのええやつなあ持ってきてくれたりとかなんかマヨネーズのな、うん、キューピーマヨネーズみたいなやつ、ね、あん中にチョコレートいっぱいあったってはあ完全にバラエティー的な感じやなそうそうバラエティー的な感じへえー、そんなん俺もらってへんわ、うん、キューピーかなと思ってみたらキューティーってちょっと待って意味が分からへん何どのつながりかわいいみたいな感じやなるほどねでもセンスのいい、プレゼント皆さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、ですね、次はですね、これも厚木ですね。はい。ちひろさん、女性23歳。はい。全員ですね。はい。大好物は何ですかっていうことで。聞く私もね、大好物でしょ。大好物聞くだから、しもれだとか言うなよ、もう。だってそうや。何がや。その言い方や。ちゃうよ。それそうやんかお前なんなん大好物これなんやろな大好物ね、うん、食べ物、うん、お酒とか好きやけどな、うん、お前酒好きやねお酒のあてになりそうなんか結構好きやな、はいはいはい、基本的にな、うん、甘いのそんな得意じゃないけどねそうやお前甘いのあんま好きじゃないよな、うん、何が一番食い物で好きなの今パッとできた納豆はあそうね、うん、俺も納豆めっちゃ好き、うん、納豆はなすごいねまあひろきさんはチョコレートねあいつはチョコレートね、うん、完全に知ってるチョコレートの食べ方ちょっとかけてみてみお前さっきわかんって言うさっき言ってたやつ天丼すんなって思うそうやな、うん、タケちゃんなんやろなあいつ酒やろ酒か大好物大好物そうやな、 なんかそう何してる時一番好きかっていうのと大好物は一緒やろ一緒やなまあそうやあいつは酒やな、うん、酒やな酒やなあいつ焼酎かそうやな焼酎はやな、うん、太郎は俺基本ビールやなあそうやな、うん、お前ずっとビール飲んでんもんなずっとビールやもんなそうやなビール飲んでビール飲んでお腹いっぱいいいな今度俺生まれ変わったら俺もビール飲んでる人になりたいわ全然飲まないそうやなあでも一杯目はうまいあうまいもうまい言うとったもんなうん一杯目うまいレヒーズさん大好物なんですかだから聞くお前聞くのということでねということでね、まあ、これ以上と触れるともうちょっと法に触れる感じやなうまいなお前はい、そんな感じで、次行きましょう。これも厚木っすね。愛さん女性の方29歳ですね。はい。これも全員です。はい。メンバーの誰かと入れ替わるなら誰がいいですかと。どういうこと？だからこの4人の中で、うん、誰と入れ替わりたいですか、ね、誰とも、もし入れ替わるならば。誰とも入れ替わりたくないわ。死ぬ死ぬ。入れ替えた瞬間死ぬ。俺ちょっと俺はでもあれはちょっとヒートになってみたい。
嘘ほんまだってちょっと歌うまい歌をすぐそうやってなこうなんていうの好感度上げるじゃあほんまやってほんまやっていやあかんが俺なんかなったらほんまお前ろくなもんだよお前も死にたいと思う